ノラグリーンウォルド、ノラグリーンウォルド、ノラクリスティーナグリーンウォルド、1977年11月7日隊は、アメリカ合衆国の女子プロレスラー、モーリー・ホーリーのリングネームで知られる、プロレス団体、WCW や WWE などで活躍した、ミネソタ州、ホレストレイク出身。過去の WWE 女子レスラーの中でも、 トップクラスのプロレスセンスを持った数少ない選手である。14歳から18歳まではパワーリフティングに夢中になり、14歳で100ポンド、約4 5キログラムの重量を上げ、当時14歳でのミネソタ州レコード75ポンドを大きく上回っている。興味本位でプロレスをやり始め、1997年にフロリダ州タンパにあるマレンコ道場にて、 ディーン・マレンコから教えを受ける。同年8月、プロレス団体、WPWF にて、スターラ・ラサクストンのリングウムで、プロレスデビュー。その後、同団体で、女子王座を獲得し、NDW という団体でも、女子王座に君臨した。1998年に、WCW、WWE、当時、WWF に、ジョバーとしての役割であるが参戦している。 1999年から WCW のパワープラントでトレーニングし、ランディサベージが中心に発足したチームマットネスの一員としてデビューする。ミスマットネスの名で主にマネージャーとして活動。その後モナと名を変え、2000年4月7日の新日本プロレス東京ドーム大会にグレートムタのマネージャーとして来日。天山広吉に 見事なドロップキックを決めてみせた。2000年8月に WCW を解雇される。WCW 離脱後は WWE、当時 WWF へ移籍し、しばらく株団体、MCW でトレーニングをする。MCW では、ウィリアム・リーガルの婦人レディオ・フィーリアを名乗っていた。その後、ボブ・ホーリーとクラッシュ・ホーリーのいとこギミックとして、 モーリー・ホーリーのリングネームで WWE デビュー。ザ・ホーリー・カズンズを結成し、T&A、テストアルバート、トリッシュとの構想で活躍。WWF の露出の激しいセクシーなディーバたちの中で一人健康体の元気な女の子キャラを演じて見せた。その後は、スパイク・ダトリーとの恋愛ストーリーアングルなどを経て、ザ・ハリケーンと組み、 正義のヒーローマイティモーリーとして活躍。この頃までは、髪もブロンドヘアーで、露出の高い衣装だったため、男性にも人気があり人気、ディーバの一人であった。2000年になり、当時ハードコア王者であった、クラッシュホーリーが、インタビュー内で、24時間365日、いつでもどこでも誰とでも相手になってやる。と発言したことで24時間ルールが組み込まれる。 王者が激しく変わる中、2002年のレッスルマニア18にて、ハードコア王者であった仲間のハリケーンを、後ろからフライパンで殴り倒し、女子レスラーとして初のハードコア王座を獲得する。その後ベルトを守ろうと必死で逃げ回っていたが、扉にぶつかり失神し、クリスチャンにあっさり奪われることになった。同年4月に、ハリケーンと別れた後、キャラを一新する。 トレードマークでもあったブロンドの髪を短くし、純潔の少女というキャラで、シングルプレイヤーモーリー・ホーリーとして、ヒールに転。今までのキャラとはまるで正反対のヒールを見事に演じ、その甲斐あってか、今まで、そこまで評価されることのなかった、プロレステクニックが顕著に現れ、より栄えるようになる。その後、トリッシュ・ストラタスを破り WWE 女子王座に輝くなど、 ディーバのトップ選手に君臨する。2004年レッスルマニア22で、ビクトリアとの髪切りマッチで敗北。女性の命とも言われる髪を剃られ、スキンヘッドになってしまう。しかし、この思い切った行為に、WWE ファンの評価は高まり、ヒールでありながら彼女の素晴らしさを称える声が多くなる。その後、ゴム紐で留めたカズラを着用し、 必ず試合中に取られるという屈辱を受けながらもヒールを全うする。2005年4月に WWE を対団することになるが、その理由は WWE がディーバサーチなどのコンテストを開き、その路線にモーリーは不快感を示したなどという報道がなされる。しかしこれは誤りであり、モーリー本人はそういった事実はなく、単に家族との時間を取りたいために、 WWE 側に休養を申し立てたというのが本当の理由であると述べている。最後の試合では、レスリング面では、素人のクリスティ・ヘミにダイヤモンドカッターを浴びせられて、ホールを奪われる、いわゆるジョバーの立場に回った。スペイン大使館を通じ、グアテマラへの事前活動を行ったり、薬物問題や、スペシャルオリンピックスへの資金集めなど、熱心に活動しているという、 2007年7月にオレゴン州の棒にて、カズハヤシの試合をレフェリーとしてさばいたほか、21日にはハーデモ、クリスティフェミの試合のレフェリーを務めている。2010年7月に一般男性と結婚。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。